弟子屈町公式ニュース。弟子屈町内で牧草とレントコーンの収穫作業が行われました。収穫作業は7月から始まり、1番層、2番層、レントコーンの3回にわたって行われます。一体どのような手順で作業が行われるのでしょうか。収穫作業を行う JA 真秀子の方にお話を聞きました。私たち農協の方で農家さんから委託を受けまして、この牧草地の牧草をコントラ組織によって刈り倒して、収穫していくという作業をこれからやっていきます。まず生育している牧草をバタフライモアコンというちょっと大きい作業機になるんですけども、それで刈り倒しまして、今度は自走式ハーベスターっていう、ハーベスターがあるんですけれども、この長い草をどんどん切り刻みながら収穫していって、それを今度はダンプにどんどん乗せて、農家さんの牛舎の周りにある草を保管する場所があるんですけども、そこに持って行って、保管場所に集められた牧草一区画はなんとおよそ60トンもの重さがあり、収穫してからおよそ2ヶ月間発酵させることで牛たちが食べる餌となるようです。牧草っていうのは冬場とか、長期に保存するんで、保存するためにはやっぱりその発酵をちゃんとさせないといけないんで、その適度な水分っていうのを保つのにある程度天気がいい日でないとなかなか調整が難しいっていうのがあるんですよね。で、今年は天気が続いてて、なかなかいい時期にいい牧草、水分も少ないいい牧草が取れるのかなっていうふうに思っています。